どうも、皆さん、こんにちは。着伐です。本日はですね、このタイミングで ANA がですね、国内線タイムセールをね、発表いたしましたので、本日はこちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで、このタイミングでですね、ANA がね、国内線タイムセールをね、入れてきたということで、このね、ANA のタイムセールは、この動画撮っているのね、2023年10月の5日の22時ぐらいにね、この動画撮影させていただいてるんですけども、ANA のタイムセールは10月の6日0時きっかりにね、開始になるって言った形になるんですよね。で、またね、こちらの動画先日ね、出させていただきましたけれども、JAL のね、タイムセールが今現時点開催中ということで、こちらのね、タイムセール、2つになったわけなんですけども、2つ目のね、このタイムセールがですね、2023年10月の6日23時59分、まあ、つまりね、明日の23時59分でね、この JAL のタイムセールの方は終了って言った形になるんですよね。で、私の方でですね、軽くね、見させていただいたんですけども、路線によってはですね、ANA が安かったり、路線によってはね、JAL の方が安かったりということで、どっちが安いかっていうのはですね、路線によってね、変わってくるっていう風になりますんで、まあ、ANA のね、タイムセール利用される方、JAL のね、タイムセール利用される方ね、まあ、いらっしゃると思うんですけども、ぜひね、値段の方ね、比較していただいてですね、利用ね、していただければなぁなんていう風に思います。ということで、早速ね、ANA のね、国内線タイムセールのね、内容を見ていきたいなと思います。ということで、こちらがね、ANA の国内線タイムセールということで、販売期間が2023年10月6日、0時きっかりですね。この後ね、12時きっかりから、開始になって、2023年の10月の12日までっていう風になります。で、搭乗期間がですね、2023年の12月1日から、12月の26ということで、先ほど話したね、JAL の国内線のタイムセールの今ね、タイムセール期間2が今やってるわけなんですけども、ちょうどここでね、期間がね、被っているっていう風になるんですよね。ですので、もしね、同じ期間でですね、利用される方はぜひね、比較検討ね、していただければな、なんていうふうに思います。で、販売期間ね、先ほど言った通り、この後ね、0時きっかりからね、開始になるっていうふうになりますんで、時間帯によりアクセス集中し、ウェブサイトが繋がりにくい場合がございますということで、しばらく経ってからご利用お願いしますということで、まあ、ANA の方はですね、待機室みたいな感じでね、設けられておりませんので、まあ、おそらく普通に、まあ、ちょっと待ったらね、繋がるのではないのかな、なんていうふうに思うんですけども、まあこういった形になります。で、今回のね、ANA の対象路線なんですけども、対象路線は北海道、東北、北陸、関西、中四国、九州、沖縄など、路線便限定っていった形になります。まあ、大体のところはですね、便は限定にはなってるんですけども、まあ、全国の方面がですね、今回ね、タイムセール対象っていった形になります。で、主な運賃ということで、こういった形でね、記載されておりまして、羽田、札幌であれば8800円。羽田から福岡からった1万円。羽田伊丹の場合は7700円。羽田函館の場合は1万500円。羽田大館としては9000円。羽田小松は7700円ということで、まあ基本的にね、こちらの運賃とプラスね、PFC 設定されているところは、これね、旅客施設使用料がね、まあかかるわけなんですけども、まあこれをプラスしたね、値段で利用することができるっていった形になります。ANA のね、タイムセールはこういった形になっておりまして、で、こちらはですね、運賃一覧になっているわけなんですけども、ちょっとね、見づらくて申し訳ないんですが、まあ ANA の場合ですね、羽田札幌の場合は8800円。平日がね、8800円で設定されておりまして、休日がね、9500円っていう風になります。こちらね、行きと帰りね、記載されておりますけど、大体、羽田札幌便に関しては多くね、平日は8800円、休日はね、9500円が設定されているっていった形になります。で、羽田伊丹とかね、7700円、休日が8000円。で、下の方行くと、羽田からね、関西とかね、あと神戸とかもね、同じ運賃で設定されておりまして、羽田からね、福岡に関しては、こちらね、平日でも、休日でもですね、1万円が設定されているということで、このね、路線によってはですね、平日もね、休日も、値段がね、変わらないみたいな、まあそういった設定もね、されている便もあるって言った形になるんですよね。これだからね、調べてみないとね、正直、わかんない部分はね、結構あるのかな、なんていうふうに思います。で、北海道エリアはね、結構1万500円、平日も休日もね、設定されている部分がございまして、東京、沖縄は平日が1万3200円、休日が1万4000円っていう感じになります。で、
で、下の方行っていただくとですね、東北になるとね、平日でも休日でも、休戦が設定されているところが多くて、またね、富山とかね、あと小松、あと能登とか、ここら辺は平日7700円、休日が8000でね、設定されているっていった感じになります。まあ、こういった感じでですね、本当に路線によってっていった感じになるんですよね。で、今回のね、まあ、タイムセールね、ちょうどね、ANA と JAL がね、被っているっていう風になりますんで、まあ、どういった感じでね、まあ、値段の方がね、設定されているのかっていう話なんですけども、まあ、冒頭にも言った通りですね、JAL の方はですね、タイムセール7700円からということで、まあ、主要路線がね、こういった形になっているわけなんですけども、まず、こちらが、東京から大阪方面ですね。こちら、ホームページでは7700円からっていった形になるんですけども、まあ今現在でね、まあ最安値は8410円っていった形になるんですよね。羽田から伊丹ですね。で、これが ANA のタイムセールだとどうなるかっていうと、ちょうど、ここですよね。東京から伊丹ということで、7700円。まあ平日だったら7700円。土曜、休日、まあ土日祝日とかだったら、まあ8000がね、設定されているっていう風になりますんで、まあ、それだとね、どっちが安いかっていうと、まあ ANA の方がね、まあ最安値ですね。7700円。で、土日はね、8000円で設定されておりますんで、まあ痛み路線はね、ANA の方がね、安いっていった形になりますよね。まあこういった感じなんですよね。一応ね、他の路線もね、見ていきたいなと思うんですけども、羽田から札幌の場合は、平日が8800円、土日が9500円ということで、こちらが羽田から札幌の場合ですね。で、こちらだと9500円。まあ平日だったら9500円。でも土日でもね、9500円設定されているところが、まあちょこちょこあるっていう風になるんですよね。で、まあこれがね、ANA だと、土日が9500円、平日が8800円で設定されておりますんで、まあ、この路線に関しても、まあ、ANA の方がね、安く利用することができるっていった形になりますよね。で、次にね、羽田福岡路線ですね。羽田福岡だと、土日も平日もね、1万円ということで、まあ、これがね、JAL のタイムセールだと、平日はね、9280円で、土日だとね、1380円で設定されておりますので、まあこうなってくるとね、JAL のタイムセールで購入した方が、まあ安くね、利用することができるって言った形になるんですよね。本当に路線によってね、高かったり安かったりいたしますんで、沖縄路線もね、同じような感じで、ANA はね、平日13200円、休日が14000で設定されておりますんで、沖縄だとですね、平日だとね、11160円がね、まだ最安でね、出ているっていう風になりますんで、まあ、これだとね、JAL の方がね、安くなるっていう風になりますよね。はい、ということですので、もしね、利用される方に関してはですね、本当にね、路線によってね、どっちが安いかね、変わってくるっていう風になりますんで、この点はね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていう風に思うんですよね。このね、ANA のタイムセールは、今日のね、0時から開始になるっていう風になりますし、このね、JAL のタイムセールの方に関しては、明日のね、23時59分で終わるっていう風になりますんで、まあこのね、ANA のタイムセールがですね、どれぐらいこの運賃設定が設定されている、便がね、出るか、まあ表示されるか、あとどれぐらいね、競争率が早くてどれぐらい早く埋まるのかっていう部分はね、ちょっと始まってみないとわかんない部分がございますので、まあそれはね、ぜひ比較してね、いただきたいな、なんていうふうに思うんですけども、まあ値段的にはね、こういった結果になっておりますんで、この点はね、ぜひ覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。ということで今回ですね、ANA がね、タイムセールね、開始いたしますということで、動画ね、解説させていただいたわけなんですけども、ANA のタイムセール、またね、JAL のタイムセールね、まだやっているっていう風になりますんで、比較してね、利用ね、していただければな、なんていう風に思います。今回の動画ね、ちょっと簡単にはなってしまいましたけども、ANA のね、タイムセール、速報で動画ね、作らせていただきました。ということで、今回の動画ね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。